どうも、タクノイバータケオです。今日もよろしくお願いします。今日はですね、これをちょっと飲んでみたいと思って、ザ・スコッチ・モルト・ウイスキー・ソサイエティのボトルです。ソサイエティのボトルですね。63.65。63、蒸留所番号です。蒸留所はグレント・ファースです。はい。で、グレントファースからこのスコッチモルトソサイエティさんには65番目の樽、65番目にボトリングされたやつって今まで60何樽出てるで、その65番っていうことですね。で、171本の限定ボトルで、森の中のポッピングキャンディー、ポッピングキャンディーインザウッズという名前がついてます。熟成は9年、2010年の3月29日にボトリング、まあまあスペイサイドですよね、グレントファースで。カスクはファーストフィルのバーボンバレーということで 58.1%、 700ml です。お値段はですね、これ僕スコッチモルトソサイエティのボトル1本、付きの入会っていうことで入会した時に送られてきたボトルなんで、僕が選んだわけではないんで、値段がちょっともうこれ自体売り切れてるんで、ちょっと値段は分かりませんでした。まあまあグレントワースといえば、グレントワース蒸留所は実際ほとんどブレンディット用で、厳守供給がなされてて、なかなかシングルモルトが出ないんですけど、おととしでしたか、バレンタインのシングルモルトシリーズですね、あれの、グレントワース15年が出ました。それで、まあ、僕も飲んだんですけど、まあまあグレントワースといえばやっぱりフルーティー&ナッティーという感じがやっぱりイメージを占めますけど、今日のこれはどうなんでしょう。何でしょうね、シングルカスクのカスクストレングスなんで、まあ味わいはもうカスクによって違いますからね。はい、では開けたいと思います。グレントファース蒸留所、は、創業は1898年、スコッチのビッグファイブの中の一人、ジェームス・ブキャナンさん、ジェームス・ブキャナン社も入って2社で立ち上げて、1906年かな、ジェームス・ブキャナンの単独所有になったんですけど、その後ね、いろんな所有者を経て今に至っておりますが、今ね、どこだったかな、ディアジオじゃなくて、すいません、ちょっと載せときます。まあそういうことなんですけど、でなかなかねシングルモルト自体はあんまり出てません。まあボトラーズで出てますけどね、まあこれもスコッチモルトソサイエティのボトルなんで、まあ、ボトラーズといえばそうなると思います。はい、まずはストレート入れます。まあスコッチのビッグファイブってさっき言いましたけど、ジェームス・ブキャナンさん、ビッグファイブ、ヘイグ、デュアーズ、ジョニー・ウォーカーで、ホワイト・ホース、そしてジェームス・ブキャナンっていう、この5つがビッグファイブ、そこの創業者が、まあ、ビッグファイブとしてね名前を連ねるという、まあスコッチのそのね、まあこれもあれですかウイスキー検定には必要な知識かなと思いますけど、はい、ではでは、まずは香りから、58度ですけど、さすがに全くアルコール感はないです。そしてお香りはですね、洋梨の感じ、洋梨という梨ですね、フレッシュなフルーツ。これはなんかちょっと香草っぽい匂いをちょっと感じます。
でも一番感じるのはもう洋なし、洋なしじゃないね、梨ですね。フレッシュな、みずみずしい、そういったフルーツ感の香りを一番感じます。いただきます。うん。口に最初ふっと含んだ感じは、そのままフレッシュなフルーツ感、みずみずしいフルーツ感が漂った後に、そうですね、ちょっとなんかすっす煙のような、うん、ちょっとピートが効いてるのかなっていう感じです。でも圧倒的に感じるのはフレッシュフルーツですね。ですね、まあテイスティングノートにもあったんですけど、確かにあのライムっていうか、ライムじゃない、ライチか、ライチ的な、あのだから梨とかライチですよ。そういったフルーツ感を非常に感じますね。ああ、美味しい。青リンゴ感も出てきました。グレントマース15年で味わったようなナッティーな感じはそんなに感じないですね。フルーティーの方に結構偏ってる、樽なのかなという感じです。やっぱ、スコッチマンとスライティさんは、ね、カスクストレングスで、しっかり一樽一樽を選んでくれてるんで、うん、こういういい樽が出てくるんですね。はい、ではでは失礼します。はい、では失礼しました。ソサエティさんのオリジナルというかの、テイスティングノートにはいろんなことが書かれてるんですけど、まあ、僕の舌と鼻ではそこまでね、細かいことはなかなかわかりませんけど、まあ、一応このページもあるんで URL は貼っておきますんで、テイスティングノートはそちらを見てください。でもこれはもう僕の感性でいろいろ言います。加水をすると甘みが強くなりました。フルーツじゃないところの甘さが、香りから甘いのが漂って蜜みたいな、うん、感じですね。はい、なんかこれテイスティングの時もあったような気がするんですけど、コーラみたいな甘みの香りもちょっとします。はい、ではいただきます。うん、ストレートそのままでは非常にみずみずしいフレッシュフルーツの、水気が多い方のですね、梨とかライチみたいな感じを非常に感じてたんですけど、加水をすると味わいも少し確かにポッピングキャンディーって台ですけど、本当キャンディーみたいなフルーツ感とは別の甘みが出てきますね。うん、いずれにしろこれはなかなか美味しいです。このままストレートと加水でじっくりいきたいような味わいですけど、ちょっともう一加水だけ。やっぱり60度近くなると加水をねちょっとずつしながら味と香りの変化を楽しめますよね。ネガティブな意味じゃなくて、化粧水のような香りが、いい感じの香りで、そういう感じを感じます。こういうのなんていうのかな、ケミカル、だからでもそういうちょっとね、二加水目では人工的な香りを少し感じるような、もう飲みやすくなって、味わいからは、またライムが出て、ライムじゃない、ライチが出てきたかな。美味しいですね。はい。うん、ではでは、撮影なんで次に行きます。ロックを飲みます。はい。ではロックはいつものごとく、ワンショット入れます。
ソサイエティさんのボトルはお値段は正直そこそこしますけど、やっぱり外れはないと思います。美味しいですもう特にね、また今度やりますけど、ソサイエティさんのボトルをレビューしたのは多分ブナハーブだったかな、しかしてないと思うんで、オーヘッドシャンがめっちゃうまいんですよ、僕持ってるやつ。それ今度やりたいと思います、ね、はい。では63番だったっけ、63番蒸留所、まあグレントバーズですけど、9年です。森の中のポッピングキャンディ、はい、ロックでいただきます。あの、いい感じのビターさが、これはね、久しぶりに来たビターチョコレート、って感じですよ。でもね、もうあのみずみずしいフレッシュな梨とかの、ライチの感じがロックになってもしっかりあって、で、ロックになって冷えたらやっぱり少しビターさが出るんですけど、そこはそこ、このなんていうんですかね、ストレートでは出てこなかったようなキャンディー的な甘みというか、そういうところが相まってビターチョコみたいな感じで、ロックはロックで飲みやすい。でもですね、その化粧品みたいな、ちょっとあの人工的ないい香りっていうのもちょっと感じます。はい、はい。ではね、どんなウイスキーでもやります。ハイボール飲みます。はい、ではハイボールを作ります。グラスをしっかり冷やしましょう。がね、肝心ですよね。まあ最初からねグラスを冷蔵庫とか冷凍庫に入れとけばいいんですけど、まあ場所取るんでこうやって飲む直前にね、これで十分グラスは冷えますんで、はい、これでいつも入っております。でやると水が溶けるんで、溶けた水を捨てます。で氷も減ってるんで、減った氷は足します。これで準備完了で、ワンショットです。で入れたウイスキーも炭酸を入れる前にちょっと混ぜると冷えますので、冷やします。で炭酸はいつものソーダストリーム、強炭酸を静かになるべく氷に当てないように入れます。はい、で、気持ちだけは捨てました。はい、出来上がりです。グレントファース9年です。ソサエティさんのボトル、はい、ハイボールでございます。めちゃめちゃうまいです。だからね、ハイボールやっぱ安いものを結構いろいろ飲んでますから、うわー、すっごいフルーティーないいハイボール、みずみずしいフレッシュフルーツ、幸せな気分になるハイボールですね。もうやっぱりね、まだまだハイボールが美味しいですね。でやっぱりこういう高級というか、味わい深いというかですね、味のしっかりしたウイスキーで作るハイボールは最高に美味しいですね。あっという間に飲み干してしまいます。炭酸でこの
あーキャンディ、これポッピングキャンディっていう台なんですけど、キャンディーさを一番感じるのが僕はハイボールでした。他のね飲み方だといろんなこう美味しさがいろいろ出てきて、ね、非常に美味しいんですけど、もうこのねハイボールの最後の一口もキャンディーのジュースみたいなさっき感じでしたね。もうこれはなかなかに美味しいボトルを今日は飲ませていただきました。はい、ということで今日は、ザ・スコッチモルトウイスキーソサイエティさんの63番グレントファース蒸留所の9年、これを飲みました。58度、なかなか飲み応えがあって、飲み応えあるんですけどアルコール感とか全然なくて、でも終始一貫僕の中では、そうですね、梨とライチですね、すごいフレッシュフルーツ感が、そしてストレートから加水していったあたりから今度別の甘みが出てきて、キャンディーなんでしょうね、ちょっとチョコレートっぽいような、でロックになるとビターチョコみたいになって、ハイボールではもう本当にね、薄まってない時はフルーツ香るしっかりした味わいのハイボール、薄まってきて最後の一口になると今度はキャンディーのジュースみたいな感じになって大変美味しい一本です。今日はじっくりこれを飲んでいきたいと思います。晩酌で、はい、ということで、宅の今竹雄、毎日こんな感じでいろんなウイスキーやお酒で遊んでおります。ウイスキー好きの方、お酒好きの方、ぜひチャンネル登録していただいて一緒にウイスキーライフ、お酒ライフ楽しみましょう。ね、ほぼウイスキーチャンネルでございます。はい、ということで宅の今竹雄、今日はこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあねー、バイバーイ。